食用系少女は台湾の B 級グルメを題材にした萌え儀人化キャラクターとそのプロジェクトによるメディアミックス作品の総称。高都市少女などのヒット作を持つ気保創意によって生み出され過去作品と異なりタイアップなしで展開されているが、二重創作は他の気萌え創意キャラクター同様、個人、秘書用、ヒエールなど、社の規定範囲内であればおおむね容認されている。 バレンタインデーの2018年2月14日に一人目が発表されて以降数ヶ月で複数のキャラクターの発表とゲーム化決定がなされた。登場当初は現地語タイトル名を家前在美食外広級開口一定税李作良と称していたが、6人目のキャラクター発表とゲーム化指導の正式告知時に現在のタイトルとなり、副題化された。 日本語名は、キホソイ公式に準拠。2019年春に、自作ゲームソフト開発のアナウンスと共に発表された。食用化粧女優キャンイートザガール本作では一人、多数役だった、キホソイの前作、トーツモエベイボヒメと異なり、個別キャラクターの性別、設定の選択肢が明確に分かれているためプレイ、しやすくなっている。二千十八年五月に体験版が、 同年末に中文の正規パッケージ版、食用継承女優キャン・イート・ザ・ガールがリリース。日本では秋はホビーが取り扱っている。同年末にスティームによる日本語版を含む配信版がリリース予定だったが、無期延期されていた。キホソ意はバルブコーポレーションから未成年ポルノのコンテンツが含まれるという指摘を受け修正いったが、 具体的な問題点を示さないままリジェクトされた。と説明している。数度にわたるリジェクトの末、2019年6月6日にディスク版からルールのキャラクター設定などの変更が反映されたスティーム用ダウンロード版が食用継承所フードガールズのタイトルでリリースされた。2020年11月26日には Nintendo Switch 版 食用系少女フードガールズが発売された。前述のルールのデザインはオリジナル版のものに戻っている。経営シミュレーションと美少女育成が複合したスタイルで顧問を選択した場合、チャット機能で3名の美少女キャラたちの感情をコントロールするだけでなく、食品衛生問題などの突発的なトラブルに対処することが求められ、多彩なイベントへの対応力が、 顧問の能力評価に影響する。食用系少女、美食内戦フードガールズ、シビル王2019年7月、年明けに発表されたキャラクターを加えた続編となる。食用系少女に、美食内戦フードガールズに、シビル王の体験版が月初始めにリリースされ、月末の同人即売会、開拓、同満載で、中文パッケージ版が、ダウンロード版は12月14日に、 スティームから全世界同時販売開始。シャオロンコこと、組木読みを中心としたチーム戦。キャストパッケージ版拡張パックと、スティームによる配信でリリースされる日本語版での CV は以下の通り、2019年11月、食用系少女テーマソングが発表された。食用系少女、美食外大騒動2019年の白に同満載で行われた。 献血活動の様子食用化症状フードがあるズに関するカテゴリー、ありがとうございます。